浅川さん、付き合ってください。なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの、ごめんなさい。確かな手応えからのヘド。元気出せってレンタロウの失恋は今日ので100回目だよ。むしろ99回振られてなお告白に立ち向かえるメンタルよ。でも謎だよな、どうしてそこまで振られるのか。え、誰にでも気が利くし、男女問わず人望もあって。ビタボミじゃねえか。高校で失恋記録伸び続けても死ぬなよ。どうか恋の神様仏様。大丈夫じゃ。え、あー、再戦ドラマ。大丈夫じゃ、レンタル。運命の人というのじゃな、最高の恋愛パートナーじゃ。恋愛パートナー、俗に言う一目惚れじゃ。好きで好きでたまらなくなる。男は時間を置いて徐々に相手を好きになる。時間を置いて徐々に繰り返し。たくギリギリなんじゃから。一話先を急ごう。運命の人がいる人間はそれだけで幸せなんじゃ。お主が高校で出会う運命の人、なんと100人もおるのじゃ。100人嘘だったらこの神社燃やしていいか。あ、今わしのセリフカットされた。